どうも、全力投資です。2月20日火曜日、本日も資産公開やっていきます。で、本日もいくつかの銘柄を取引していますので、本日行った取引についても動画の後半でお話ししていきたいと思うんですけれども、今日は新 NISA の使い方で、新しい使い方というか、この使い方は結構お得なんじゃないかなという方法を見つけましたので、そんな話なんかも動画の後半ではしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。 ということで、まず日本株の振り返りからやっていくんですけれども、今日も日経平均小幅に下落ということで、なかなか上値の重い展開になってきているかなと思います。 日経平均本日の日中足ですが、2月20日は昨日よりも高いところから寄りついた後、前場に関しては上に行くのかなっていう動きがあったんですけれども、前場の途中からですかね、マイナス圏にしぼんだ後は、最終的には本日も若干売られて終了となっていますので、なかなか強さがない1日だったかなと思います。そんな結果、日経平均は昨日に比べて、マイナス0.28%下落、値下がり幅で106円、終わり値で38,363円となっています。 先日からお話をしていますけれども、日経平均一旦はバブルの高値まで迫ったということで、先週末ぐらいにはね、結構やりきった感っていうのも出ていましたので、ここから先はなかなか上値が重たくなってくるのかなと思っています。 次にトピックスを見ていきますが、今日はトピックスも弱かったですね。2月20日の日中足ですが、日経平均と同様に昨日よりも若干高いところから寄りついたんですけれども、前場の間にマイナス圏に沈んだ後は、後場に関してもずっとマイナス圏での値動きとなっていましたので、トピックスも今日はなかなか強さが感じられない、そんな一日だったかと思います。そんな結果、トピックスは昨日に比べてマイナス0.28%下落、値下がり幅で7.39ポイント、終わり値で2632ポイントとなっています。 はい。で、今日は大型株比較的売られていたかなと思うんですけれども、やっぱり相場全体がこれだけ下がっているということで、中古型株に関してもそこまで元気に上がっていくような感じはなかったのかなと思います。そんな2月20日、私の売買の状況についてお話をしたいと思います。 ということで、こちらが本日の私の取引なんですけれども、まず本日2月20日はですね、NTT こちらをニーサの成長投資枠で100株購入しています。購入単価に関しては183円となっていますので、こちらに関しては毎月20日頃に積み立てていくような設定をしているんですけれども、今月もその積み立てで NTT は100株追加で購入をしています。で、その次、クレステックなんですけれども、こちらに関しては含み損が出ていましたので、ニーサの成長投資枠で100株を購入した後、特定口座で持っていたクレステックの100株に関しては、 1899円で売却をしていますということになりますので、本日純粋に買い増しをした銘柄としては NTT ですね。で、クレステックに関しては損出しをしつつ、NISA 座の方に100株を移したという状況です。そんな結果、私の資産状況どうなったかというと、楽天証券に保有している金融資産額、2月20日は昨日に比べてマイナス33,574円となっていまして、証券口座内の資産合計額で3,555万4,282円となっています。 はい。ということで、2月20日、私の持っている日本株は小幅に下落となりました。下落幅としては日経平均とかトピックスとか、そういった日本株の主な指数よりも全然マシではあったんですけれども、今日はね、全場に関しては値上がりをしていくのかなと思っていましたので、最終的には大引けではマイナスとなっていましたので、残念な1日だったかなと思っています。ということで、個別株の状況を見ていくんですけれども、コムシス積水、このあたり売られているんですけれども、大段に関しては小幅上昇となっていますので、建設とか設備関連はね、値動きまちまちだったかと思います。 はい。で、その次 JC リクルートメント、今日はプラス9円ということで小幅上昇となっているんですけれども、その下アルトナーですね、プラス133円となっていまして、先日アルトナーは非常に強い値動きだったんですけれども、本日に関してもアルトナーは大幅上昇となっています。その次ヒューマンホールディングスがマイナス15円ですね。 はい。で、ワールドホールディングス、プラス45円となっていまして、決算後かなり売られていましたけれども、値動きだいぶ落ち着いてきたかなと思います。で、ハードオフコーポレーションがマイナス13円ですね。で、その次がエレマテックでプラス10円となっていまして、東京エレクトロンデバイスに関してもプラス30円となっていますので、このあたりの銘柄は比較的底堅いというか、しっかりした値動きだったかと思います。で、昨日大幅上昇していました、当日ですが、今日はマイナス39円ということで1、1%を超えるような下落になっています。 で、不動産セクターですが、今日はヒューリックが強くてウィルが弱いといったところですね。ヒューリックリート投資法人に関してはプラス1400円となっていまして、しっかりした値、ね、動きだったかと思います。 で、昨日購入しました栗山ホールディングスですけれども、こちらがプラス22円ということで、今日もしっかり上昇してくれています。はい。で、その次、クラレですね。こちらがマイナス15円となっていまして、まあ、なかなか値、ね、動き弱いなといったところではあるんですけれども、SRA ホールディングスがプラス15円ですね。価学セクターに関しては、電化がマイナス、三菱ケミカルがプラス、タキ能ン CI がマイナスといったところでして、このあたりもね、値動きまちまちだったかと思います。 で、その次、j タワはですね、昨日大きく売られていましたけれども、本日は反発といったところです。で、アルプス技研フォーカスシステムズ、山田コンサルティンググループ、この辺りは強いんですけれども、その下、イデミツですね、今日はマイナス0.7円となっていまして、昨日も小幅上昇だったんですけれども、今日は反対に小幅下落となっていまして、そこまで値動きは大きくないんですけれども、イデミツはここ最近本当に値動き小さくなってきたかなと思います。 はい。で、その次、日本電気ガラスがマイナス17円で、日本特殊陶業もマイナス3円となっているんですけれども、このあたりもね、そこまで売られてくるっていう感じではなかったんですけれども、日本製鉄に関してはプラス25円でしっかりした値動きですね。で、SWCC、こちらも昨日大きく上昇していましたけれども、今日はマイナス20円ということで、昨日の上昇から考えれば、そこまで下落は大きくなかったのかなと思います。で、ARE ホールディングスがプラス4円となっていまして、しっかりした値動きになっていますが、その次3は DMG、このあたりが今日は弱いですね。はい。でベルシェ システム24に関してもマイナス7円ということで、そこまで大きくはないんですけれども、売られて終わってます。で、小松アネスと言われた iPhone、Copro、このあたりは全部強いですね。Copro に関してはプラス60円となっていますので、本日はそこまで強い1日ではなかったんですけれども、Copro に関しては大きく上昇しています。 で、輸送用機器も今日は強いですね。イスズとか山発動機、この辺りしっかり上昇となっていますが、今日白銅がプラス153円となっていまして、白銅は特に材料もなかったかと思うんですけれども、今日は珍しく大幅上昇となっています。反対に東京精密が今日はマイナス65円となっていまして、半導体関連もね、今日は全体的にはそこまで売られてくるような感じもなかったんですけれども、東京精密はそこそこしっかり売られたかなといったところです。 で、キャノンがプラス10円で、クレステックがプラス22円ですね。で、タカランドカンパニーがマイナス6円となっていまして、その次、ローランド、こちらが今日は強いですね。株価ももう間もなく5000円に乗せてくるんじゃないかなと思います。で、岡村バルカー、このあたりもしっかりした値、ね、動きですが、今日は商社セクターが軒並み弱かったかなといったところでして、伊藤中から始まって伊藤宙 NX まで全部マイナスとなっています。 はい。で、その次ですね、金融セクターに関しても今日は弱い一日だったんですけれども、三菱 UFJ から NEC キャピタルソリューションまで、どれを見ても全部売られているんですけれども、保険株に関してもね、今日はそこそこ売られていますので、保険株直近ではかなり上昇していましたので、このあたりで利確も入ってきているのかなと思います。 で、その次、不動産セクターですね。イオンモールが強くて、統制が若干弱いといったところでして、スカパー昨日は結構値上がりしていましたけれども、今日はマイナス18円となっていまして、そこそこ大きく売られてます。一方で、昨日値下がりをしていました NTT とソフトバンクに関してはしっかりした値、ね、動きとなっていまして、その下、電源開発アイネット1年、このあたりはマイナスですね。アイネットが今日はマイナス95円ということで、アイネットがね、今日はしっかり売られていたかなと思います。 で、クレオがプラス5円となっていまして、ヤマダホールディングスがマイナス4.3円ですね。はい。まあ、そんな感じで持ち株ざっと眺めてみたんですけれども、売られている銘柄と買われている銘柄で言うと、若干売られている銘柄の方が多かったかなといったところではあるんですけれども、私の日本株のポートフォリオは今日はマイナス0.08%ぐらいでしたので、ほとんど値動きがなかった、そんな1日だったかと思います。ということで、楽天証券に保有している金融資産額、3555万4282円となっています。 次に、楽天証券以外に保有している現金とかも含めた私の総資産額ですが、2月20日終了時点で4044万3796円となっています。総資産額に関してはね、しっかりと4000万円台を固めてきているかなと思いますので、このままもう少し中小型株に資金が流れてくれば、しっかりと総資産額は4100万円台に乗せてくるかなと思いますので、まだまだこの先の値動きには期待していきたいと思っています。 はい。ということで、本日はほとんど値動きがない、そんな一日だったんですけれども、動画の冒頭にお話しした通り、本日は何度か取引をしているんですけれども、その中で新しい新 NISA の使い方ですね。このあたり、私の中で見えてきた部分がありましたので、そちらについてお話をしていきたいと思います。これ結構面白いですよ。はい。ということで、その内容がこちらなんですけれども、私、特定講座で個別株結構持っているんですけれども、その特定講座で含み損が出た銘柄ですね。 この銘柄を NISA の成長投資枠で新規買いした後特定口座の保有銘柄を売却すればですねこれめちゃくちゃ損出ししやすいということに気づきまして本日私は特定口座で持っていたクレステックを売却しまして NISA 口座で新たにクレステックを購入しているわけなんですけれども通常損出しっていうと多分こんな感じになると思うんですけれども一番上特定口座でクレステックを100株持っていたとして今回私の場合だと今日の朝時点でのクレステックの保有状況が平均取得単価で1921円となっていました 現在価格でで1871円となっていたんですねでこの時点で含み損が50円ということになりますので100株持っていたとすれば全体で5,000円の含み損が出ていたという状況なんですけれどもこのクレステック損なしをするために取引をしようと思った場合に私の場合は先に銘柄を買い足した後その買い足した分だけ銘柄を売却するっていう方法をいつもとるんですけれども。 その場合ですね、新たに1871円で100株を購入した場合、保有株数としては200株になって、平均取得単価が1896円になるんですね。で、この時点ではまだ含み損が50円ということになっているんですけれども、今日私はクレステックを100株購入して、最終的に100株売却したんですけれども、 そのクレステック、売却した単価が1899円だったんですね。なので、元々持っていた1921円のクレステックの銘柄、これを1871円で買い増しをした後、1899円で売却した場合、これ損出しをしようと思っても、実は利益3円出てしまっているんですけれども、今回新人差講座でどんな取引をしたかというと、これ朝一の時点ではさっきもお話しした通り、 平均取得単価は1921円となっていまして、現在価格1871円。この時点で含み損が50円出ていたという状況なんですけれども、そこに対してクレステックを1871円で100株買い増しをしまして、これ購入単価としては1871円ですね。これ NISA 口座に100株入ってきたと。その後に特定口座でクレステックを100株売却した場合、NISA 口座の保有株と特定口座の保有株って平均取得単価が平均されないので、 特定口座のクレステックには平均取得単価1921円で購入したものを1899円で売却した計算になるんですね。ということになりますので、同じように100株購入して100株売却するということを今日したわけなんですけれども、これ実は特定口座と認査口座で別々の口座で購入して売却をするということをすれば、平均取得単価を変えずにそのまま損出しをできることになりますので、最終的にこれ私は特定口座のクレステックで22円の損失を確定させた、要は損出しをした、こういう状態になった ですね、これすごく複雑な話なんですけれども、特定口座内で同じ取引をしたような場合には、これ利益が3円出ていると、このような状態になるんですけれども、これ新たに買い増しする口座で NISA 口座を使って、特定口座の保有株を売却すれば、しっかりと損出しができると、このようになるんですね。はい。で、私が常々思っているのが、利益確定に関しては特に急ぐ必要がないと思っていまして、利益に関してはね、基本的に20.315%の税金がかかってしまいますので、 株で利益を上げようと思うと、どれだけ税金を抑えることができるか、要は損出しをできるかと、含み益をどれだけ大きくしていけるか、この2点が結構重要だと思っているんですけれども、その点ではね、私利益確定よりも損出しの方が結構重要だと思っていまして、 このチャンネルの動画の中でも過去何度も損出しをしたよっていうことをお話ししてきたんですけれどもこれ損出しに関しては新忍差講座を使えばめちゃくちゃやりやすいということに気づきましたので今回はちょっとややこしい話なんですけれどもこの新忍差講座を使って損出しをしていくメリットについてお話をさせていただきましたはい、ということでもう一度おさらいになりますが特定講座で含み損が出た保有銘柄 ニーサの成長投資枠で新規買いをした後ですね、特定口座の保有株を売却した場合、めちゃくちゃ損出しがしやすいということになりますので、もし以前に購入した銘柄で特定口座で含み損が出ている銘柄がある場合はですね、その銘柄新ニーサの成長投資枠で新規買いをした後、特定口座の保有株については売却をすることをお勧めしたいと思います。 これめちゃくちゃ損出ししやすいんでね、この方法めっちゃおすすめだなと思いました。はい。で、もう間もなく2月もお給料日が入るということになりますので、ここから先の動画に関しては、2月に新たに買い増しをしたい銘柄なんかも探していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。以上。